どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイの、プラチナチャレンジについてと、どうやらね、新しいステータスってのがね、最上級のステータスの発表がありましたので、まあ、今回ね、こちらについてね、解説していきたいと思います。まずね、プラチナチャレンジなんですけども、まあ、今現在ね、私プラチナステータスで、2019年の4月にプラチナステータス、チャレンジをね行って、まあ今ねプラチナステータスを維持してるわけなんですけども、公式サイトにね書いてあった情報は、まああの今もね記載があるんですけども、一応ね期間が12月31日、2019年の12月31日っていう枠でね書いてありまして、まあ私はねそんなに気にしてなくて、まあ2020年以降もね、まあ続いていくんだろうなって、まあ結構安易に思ってたんですけども、どうやらね2020年1月にプラチナチャレンジを予定してた方が、まあ、マリオットボンボイの、チャレンジ宣言しますよね、プラチナチャレンジって。でその電話をしたところですね、どうやらプラチナチャレンジ今休止してるみたいなんですよね。まあ、というのも、まあ、マリオットボンボイのステータスの更新自体が毎年1月なんですよね。ですのでそのタイミングで1回休止しているのか、もしかしたら、まあ、このままプラチナチャレンジがねなくなるっていうのもね、まあ、十分考えられるわけなんですよね。まあ、というのもデスク側が、まあ、1回休止するっていう、わざわざ発表するっていうのはね、まあ、もちろんねそれこれ去年はなかったはずなんですよね。去年もしあったらね多分私知ってるはずなんですよね。まあ、去年あのプラチナチャレンジを検討してて、まあある程度ね調べていましたんで、調べて情報を私が得れてないってことは、多分去年はそんな騒動多分なかったと思うんですよね。ですのでもしかしたらプラチナチャレンジがねなくなってしまうかもしれないですね。まあできないかもしれないですね。まあこのプラチナチャレンジについては、今までできてたのは、3ヶ月で16泊ということで、まあ一つのホテル16泊ね、連泊でもまあもちろん OK ですし、いろんなホテル16泊泊まっても、まあこのプラチナチャレンジは成功なんですけども、まあ一昨年前までは旧滞在でよかったんですよね。その代わり滞在だったんで、一つのホテルを連泊じゃダメだったんですよね。まあ、A ホテル、B ホテルだと A ホテル1泊、B ホテル1泊みたいな感じで、まあ、滞在、あの、ホテルを分けないとね、1滞在でカウントされちゃうんで、まあ、あの、A ホテル1泊、B ホテル1泊、A ホテル1泊みたいな感じで、毎回ね、ホテルを変えて、まあ、9泊ね、すれば。このプラチナチャレンジはね、一昨年までは旧滞在でプラチナになれたわけなんですよね。小さい感じですけども、まあ内容は変わってたんですよね。ですのでまあ今回ね、まあ、こういうことで今デスクの方が、まあ、休止してるっていうことは、もしかしたらなくなってしまうかもしれないですね。これ仮になくなってしまったらかなり残念ですよね。このプラチナチャレンジっていうのは、プラチナステータスになるにはね、コスト的にもね、かなり安いんですよね、16泊って。まあそりゃそうですよね。うん、本来プラチナステータスって50泊しなきゃいけないんで、1泊1万でもまあ50万かかるところが、まあ16泊でね、プラチナステータスになれちゃうっていうわけで、しかもね、シルバーステータス以上だったらまあ誰でもチャレンジできるっていうことですんで、日本の場合はね SPG アメックスを作ってしまえば、あのゴールドステータスに一気にバンってなれますし、まあ、そこからプラチナチャレンジを申し込んで SPG アメックスで、マリオットボンボイホテルね、16泊宿泊してしまえば、まあ慣れてしまいますし、しかもねポイントも、まあ、SPG ホテルでマリオットボンボイ泊まってるんで、まあある程度のポイントがもらえるわけなんですよね。ですからねちょっと辛いですよね。でね、コストはやっぱりね16泊ってことなんで、私も、4ポイント函館でね、まああのプラチナチャレンジしたわけですけども、やはりね1泊あそこ安い時は本当に7000円とかね8000円ぐらいなんですよね。まあもちろん海外とか行くともっと安いホテルまああるんですけども、まあその分ね海外に滞在しなきゃいけないんで、まあそれはそれで大変ですよね。まあそこら辺でやるとね本当に価格は1泊1万いかないぐらいでねできたりっていうのもありましたんで、まあ、プラチナチャレンジとしの環境としてはね、まあ、かなりやりやすかったんですよね。まあ、しかもあの ANA マイル、マイラー、
ANA マイルのを持ってる人たちはね、まあ、函館に行くのもねそんなにコスト的にもかからないですしね、うん、だからプラチナチャレンジをするっていう意味ではね本当に環境的にはすごい良かったんですけども、まあ、2020年になりましてねちょっとこればっかりはねわからないですね。もしかしたら閉鎖になってもうできなくなってしまうかもしれないですね、まあ、逆にこれがもし1月末でもう一回ね変わってねできますってなった時にね、うん、もしかしたら条件変わっちゃうかもしれないですね。今16泊ですけどもそれが20とかね25とかなる可能性はちょっと大ですよね、うん、まあマリオットボンボイホテル側もね多分おそらくですけどもこのねプラチナチャレンジが始まってかなりプラチナステータスね持ってる人増えちゃってるみたいなんですよね。まあそれはそうですよねまあ私みたいなねプラチナチャレンジする人がねやっぱり16泊でしかも日本人の場合 SPGRMX 持ってるだけでね挑戦しやすいっていう環境が整ってるっていうのもありますんで、まあ、それでねクラブラウンジが使える、まあ、プラス、レートチェックアウトでスイートルームを含むアップグレードもね含まれて、まあ、利用できるので、まあ、これがまあ大きい特典かなと思ってるんですけどもやっぱり大きいですよね。私なんかで言うと本当に子供まだちっちゃいんでね、うん、朝食食べるのも結構時間かかるじゃないですかっていうのもありまして、まあ、朝食をゆっくり食べて、まあ、ちょっとね近くホテルの近くをね散歩して、まあ、公園とかで遊んで、でお昼をどっかで食べて、まあ、ゆっくりホテルに帰ってきて、まあ、3時とかね2時とか3時とか4時とかにまあチェックアウトするみたいな感じで、まあ一泊で行くことがほとんどなんですけども、やっぱりねそれとまあ周りで遊べるっていうのはね、まあいいですよね。しかもそれをね時間気にしないでねホテル宿泊チェックアウトね、まあ、できるっていうのはやっぱりありがたいですよね。うん、まあっていうのでやっぱりねある程度このプラチナチャレンジっていうのは需要があったんでしょうね。ですからまあ人が増えてしまったんじゃないのかなっていうのはね思いますよね。まあちょっとねこの世の、結果はね1月時代で、まあ、マリオってねステータス更新もね1月中にあると思いますし、それでねまた決まったらまた動画出そうかなと思っておりますけども、こればっかりはねちょっとねもしかしたらなくなっちゃうかもしれないし、継続されても、変更になるかもしれないですね。もちろんねそのまま継続になる可能性もゼロではないですけどもねっていう感じでございます。次にですねマリオットボンボイのねステータス、今ね、下から、シルバーエリート、ゴールドエリート、プラチナエリート、チタンエリート。で、アンバサダーエリートっていうのがね、一番トップということで、まあ私もそれを認識していたんですけどもね、どうやら、コバルトエリートっていうのがね、もう一個上にあるみたいなんですよね。で、こちらね、インビテーション制で入会できる。まあマリオットボンボイの特典で、でね、宿泊、日数とかね、利用額とか、アンバサダーエリートだと年間200だったかな。まあ、利用条件があるんですよね。いくら使いましたっていう。まあ、それもね、公開されてないんですよね。うん、とりあえず招待制っていうことだけ分かっております。次に、従業員からの推薦が必要。プラス、CEO が承認しないとなれないっていうことで、まあ、これ一般の人がなれることないんじゃないですかね。従業員からの推薦ってどうやったらもらえるのかちょっと分かんないですもんね、まず。で、CEO の承認って、まあこれ、多分、あれですよね、社長クラスの人たちですよね、CEO って。どうやってこの CEO の人たちが判断するのかもまた分からないってなると、やっぱりね、著名人の方なのかなって、まあちょっと個人的に思ったりするんですけども。で、このね、ステータス特典なんですけども、アップグレードはスイートを含むアップグレードっていうことで、まあ、でもあれなんでしょうね。最上級のスイートルームとかもしかしたら通されるようになるのかもしれないですよね。まあ、スイートルームってまあ一概に言いますけど、まあ結構ね、スイートルームの中でも種類あるところは結構多いですからね。うん。次にね、ジェネラルマネージャーからの手紙っていうのがね、あるらしいですね。次に、ジェネラルマネージャーに、会えるっていう、
これはね、ちょっと英語の文をね、ちょっと訳してまあお伝えしてるんですけど、もしかしたらこちらお迎え的、出迎え的な感じかもしれないですね。出迎え、お見送りみたいな感じなのかもしれないですね。で、私もね、そんなに英語力はね、100% じゃないんでね、すいませんね。で、パーソナライズされたアメニティがもらえる。まあ、こちら多分ね、上級のアメニティがね、もらえるみたいな感じでしょうね。で、次ですね。リッツ・カールトンでクラブラウンジが使える記載がありました。いや、すごいですね。うん。まあ、あのリッツ・カールトンのクラブラウンジってあのプラチナステータス以上でも入れないんで、まあ、基本的に有料なんですよね、うん、私も、ニューヨークの、ね、リッツ・カールトンで、まあ、また動画出しておりますけども、宿泊自体はポイントで宿泊して、予約の段階ではね、リッツ・カールトンの、クラブラウンジ、6万だったんですよね一泊高えと思ってて、いや、さすがに600は出せない、600ドルですね。出せないなと思ってまして、当日オファーで300ドルでいいよって言われて、あ、でもせっかく来て、あの、ね、あの YouTube でね、もうやってるから、まあ、ね、公開できるのも一緒に見て、まあ、いいかと思って、リッツ・カールトン、リッツ・カールトンね、ニューヨークでね、クラブラウンジ利用させていただきましたけども、やっぱすごかったですね。うん、常に食事ある、常にアルコールもある。で、あの出てるのはね、ワインとシャンパンだったかなだけなんですよね、うん、でビールとかないのかなと思って探したらビールとか置いてないんですよね。あのでビールとかあるんですかって聞いたら、言っていただければ出しますみたいな感じで、注文かいとかすげえなと、あの席までお持ちしますみたいな感じなんですよね。あのお金はかかんないですよ、うん、いや、それはちょっとねびっくりしましたね、うん、多分おそらくですけども他のお酒もあるのではないのかなと思ってますけども、まあでもね300ドル、まあニューヨークだとね結構あの元は取りやすいかなと思いますね。ニューヨークのバーとか行っちゃうとね本当に高いんで、まあ、コンビニとかそういうところで買うとね、まあ、そこまで高くないですけどもね、あの外で飲みに行くんだったらクラブラウンジで飲んでもそこまで買わないですかね。食事もつまみもありますからね、うん、次に、JW マリオットでは、飲食店で、ジェネラルマネージャーと会えるっていうことですんで、まあ、こちら会食みたいなのかもしれないですね、うん、ジェネラルマネージャーめっちゃ出てきますよね、うん、まあ相当偉い人なんでしょうけども、こんなにっていう感じですよね、うん。まあ、次に、エディションホテルでは、レストランかバーでの、VIP テーブルが用意される、次ね、セントレディスではイベントの招待もあるそうです、まあ、一応ね、英語サイトからね、いただいた情報だと、まあ、こんな感じのね、ステータスの公開がされてますけども、まあ、やはりねジェネラルマネージャーにだいぶ会えるみたいですね、うん。まあ、そこが会いたいかどうかっていうのはねまた違いますけども、やっぱりこれ見てるとね、著名人の人向けなんじゃないのかなってちょっと個人的には思ったりするんですけども、まあ、なかなかねここまでのステータスにね、いける人はねまあいないと思うんですよね、うん。まあ、1個下のアンバサダーエリートですら年間 100泊、まあ、100日泊まってさらに200万だったかな、っていう利用条件があって初めてこのアンバサダーエリートっていうところにねいられるわけですからね、確実にそれよりかは厳しいはずなんですよね。ですんで、まあ下手すりゃね、まあ、365日しかないですからね、200とかなんですかね宿泊日数が、まあちょっとこればっかりはねちょっとわかんないですけども、まあこういうね新しいステータスがまああのネットにね出ましたので、今回合わせてね紹介させていただきました。まあそれではね、今回の動画では、マリオットボンボイのねプラチナチャレンジが、もしかしたら、見合わせられるかもしれない、プラス、コバルトステータスね、新しい、一番上のステータスがね情報出ましたので、皆さんにシェアさせていただきました、この動画ね面白かった、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。